クリスティーズの競売場、ロンドン、1808年頃クリスティーズは世界中で知られているオークションハウス。1766年12月5日、美術賞のジェイムズ・クリスティーにより、イギリスの首都ロンドンに設立された。クリスティーズは第1級のオークションハウスとして創立後すぐに名声を確立し、ロンドンがフランス革命後の国際的な美術品貿易の 新しい中心地となったことに乗じて成長した。クリスティーズはかつては公開会社であり、1973年から1999年までロンドン証券取引所に上場していた。1999年、PPR 会長、フランソワ・アン・リピノーの所有する投資会社によって買収された。クリスティーズは長年のライバル社であるサザビーズと比べ、 より大きな市場占有率を幾年にもわたって保持してきており、収益から見ると、クリスティーズ社は現在世界で最も規模の大きいオークションハウスである。クリスティーズの中心となるロンドン競売場は、1823年よりシティオブウェストミンスターのセントジェームズ地区、キングストリートに位置する。また1975年には、 ロンドンのサウス・ケンジントンに2番目となる競売場を設立し、初期の頃はカメラ、テディベア、科学系統の器具、玩具、人形などの収集品を扱っていた。このサウス・ケンジントン競売場は現在世界でも最も活発な競売場の一つである。クリスティーズはニューヨーク、ロサンゼルス、パリ、ジュネーブ、アムステルダム、ローマ、ミラノ、オーストラリア、香港、 シンガポール、バンコクと世界中にオークションハウスを持つ。近年、クリスティーズは、パブロ・ピカソ、レンブラント、ダイアナ・ヒ、レオナルド・ダ・ヴィンチ、フィンセント・ファン・ゴフホ、ナポレオン・ボナパルト、マリリン・モンローほか、歴史上の人物に関連した芸術品や個人の財産を競売にかけている。1998年には、ニューヨークにあるクリスティーズ競売場で、 所有権をめぐる訴訟が終結した後、著名なアルキメデスのパリンプセストが落札された。2006年10月、クリスティーズは CBS パラマウントテレビジョンのスタジオより、正規スタートレックシリーズのアイテム1000点を競売にかけた。新スタートレックとスタートレックジェネレーションズで実際に使用されている。 USS Enterprise NCC-1701D の模型は57万6千ドルで落札された。出品された品目と落札価格のリストはメモリーアルファウェブサイトを参照。また1995年にクリスティーズは中国・北京で芸術作品を陳列した最初の国際オークションハウスとなった。2008年3月に 全運計の木造大日如来座像が日本古美術オークション史上最高額の1430万ドルで新如園に落札され話題となった2011年には仮の内前工房作の南蛮屏風が478万6500ドルで落札され日本古美術におけるオークション史上に、日本絵画としては史上最高額を記録2017年3月には 藤田美術館がリニューアル資金獲得のために所蔵していた中国の製造機や絵画など31点を出品し29点が東洋美術のオークション史上最高額の総計約300億円で落札されたまたオークションではなくプライベートセールではあるがクリスティーズの仲介により2019年に江戸絵画などからなるプライスコレクションの一部190点が イデミツ美術館に売却された。これらの取引は、同社の山口勝ツが担当したものであり、藤田美術館やジョー・プライスとの交渉の場面は、NHK 総合のドキュメンタリー番組、プロフェッショナル仕事の流儀でも紹介された。2000年、クリスティーズともう一つの一流オークションハウスである、サザビーズとの間で、価格操作の取り決めが行われていたという疑惑が浮上した。 その後クリスティーズとサザビーズ双方の幹部はコミッション価格の操作を共謀していたことを認めた。クリスティーズは長期勤務していた従業員の一人が事実を告白し、アメリカ連邦捜査局に捜査協力をした後、刑事訴追を免れた。その後まもなくしてサザビーズ最高幹部の多くが解雇され、その当時サザビーズの大株主であったエアルフレッド・タウマンが、 大部分の責任を負った。クリスティーズは大学院修士課程のディプロマ、学位レベルまで教科コースを直接運営している世界でも唯一のオークションハウスである。1978年に設立されたクリスティーズエデュケーションはロンドン、ニューヨーク、パリに拠点を置き、美術への関心と職業的訓練を身につけたいと熱烈に願う人々へ、美術、 装飾美術分野の広範囲にわたったコースを提供する唯一の国際機関である。従来からある芸術教育課程とクリスティーズの教育とが区別される点は対象に基礎を置いたその学習への信条にあり、これは好奇心と思考の独立を奨励するものである。クリスティーズエデュケーションの同窓生は主要なオークションハウスでの専門家、学芸員、美術賞、または 美術評論家、美術品保険会社、出版会社、市場取引や美術品管理など世界中の美術分野の第一線で活躍している。またクリスティーズイメージ図はオークションハウスの写真図書館であり、世界中にあるクリスティーズの競売場で落札された、真なじなを表した数百万点に上る美術品、装飾美術の写真を収蔵している。図書館は、 ニューヨークとロンドンにオフィスを構えており、写真は複製に利用できる。ニューヨークにある競売場、クリスティーズニューヨークの看板は、映画、恋愛的霊気の制作中、登場する建物外観の撮影シーン用に、脚本家、ナンシー・メイヤーズによって作られたものである。クリスティーズ側がこの看板を大変気に入り、映画の制作終了後もそのままにしておいてほしいと求めたため、 現在も、ロックフェラーセンターの玄関に残っている。40イヤーズオブスタートレックザ・コレクションメモリーアルファザ・スタートレック・ウィキウィキア山口勝ラメイキング・アート・ディファレントハットプロフェッショナル仕事の流儀第318回渦漏れる手法に光をオークションスペシャリスト山口勝ラ NHK 総合藤田美術館トピックス山口勝ラさん以下は 翻訳元からの出展項目、リンクである。ありがとうございます。